写真拡大。オープン戦ヤクルト8の3阪神23日、アナボールパーク浦添13安打と打線がつながったヤクルトが逆転勝ち。廣岡宏内野手が推定135メートルの特大ツーランを放った。1点リードの4回無視1塁から坂口の代打で登場。才木の真ん中高め140キロを完璧に振り抜き、バックスクリーンの上部にぶち当てた。14日の KIA との練習試合で2本塁打7打点と爆発した高卒4年目。自慢の長打力を再び披露し、オープン戦とは思わず公式戦開幕戦の第1打席だと思って自分にプレッシャーをかけて入った。結果を出さないと試合に出られないので良かったとアピールを喜んだ。小川敦史監督も素晴らしいホームランと称賛。一発で仕留めることが多くなった。